岸さんは特に夏の寒さについての悩みを明かし、岸さんは自然を楽しみたいと答え、平野さんはマリンスポーツをしたいと提案し、神宮寺さんは魚を見たいと答えた。夏の暑さが一段と厳しくなってきた頃、ナンバーアンダーラインアイの新しい TVCM が放映されることとなった。岸優太さん、平野翔さん、神宮寺優太さんからなるこのユニットは、 マクドナルドの新しいハワイアンテーマのバーガーを宣伝するために出演している CM の撮影現場はまるで本物のハワイのような雰囲気でメンバーたちはその環境に大いに盛り上がりながら撮影を楽しんでいた撮影が終わった後のインタビューでメンバーたちは夏ならではの悩みについて語り始めた岸さんは特に夏の寒さについての悩みを明かし冷房の使いすぎで家の中が寒く感じることがあると語った この発言に神宮寺さんは冷やしすぎではないかと尋ね、岸さんはそれに対して、自分だけではなく多くの人が夏でも風邪をひくことがあると注意を促した。このやりとりは、彼らの親しみやすさとユーモアを感じさせるものであり、見ている人々に笑顔を届けた。さらにインタビューでは、もし一日だけ自由にハワイで過ごせるとしたらどう過ごしたいかという質問も飛び出した。岸さんは自然を楽しみたいと答え、 平野さんはマリンスポーツをしたいと提案し、神宮寺さんは魚を見たいと答えた。岸さんもシュノーケリングが良いと賛同し、美しい海を楽しみたいと話した。このように、メンバーそれぞれの個性が光る回答が続き、ファンにとっては彼らの新たな一面を知る貴重な機会となった。ンンバーアンダーアダラインアイのメンバーは常にファンとの絆を大切にしており、彼らの初の単独コンサートでもその姿勢は顕著だった。 岸さんは、僕たちだけを見て、と呼びかけ、ファンに感謝の意を伝えた。彼らのコンサートは大成功を収め、観客は彼らのパフォーマンスに魅了された。岸さんの、夏ってなんだかんだ寒いやんという発言は、多くの人が共感できるものだった。夏の暑さから逃れるために冷房を使いすぎると、逆に寒く感じることがあるというのは、誰もが経験したことがあるだろう。 このような日常の小さな悩みを共有することで、彼らはファンとの距離を縮めている。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、その親しみやすさとユーモア、そしてファンを大切にする姿勢で、多くの人々に愛されている。彼らの新しい TVCM は、夏の暑さを吹き飛ばすような楽しい内容で、見ている人々に笑顔を届けること間違いなしだ。岸さん、平野さん、神宮寺さん、 それぞれが持つ個性が光るこの CM は、彼らの魅力を最大限に引き出している。岸さんの夏の悩みについての話を聞いて、私たちは自分自身の夏の過ごし方について考えさせられる。冷房の使いすぎに注意し、適度な温度で快適に過ごすことが大切だ。夏の間も健康に過ごすために、私たちも気をつける必要がある。このように、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは日常の小さな悩みや楽しみを共有することでファンとの絆を深めている彼らの姿勢は多くの人々にとっての励みとなり日々の生活に笑顔をもたらしている彼らの活動から目が離せない彼らの新 TVCM「めっちゃハワイアンバーガーズ」編が公開されるとその反響はすぐに広がりファンのみならず多くの視聴者からも好評を博した ハワイアンの雰囲気を再現したセットで楽しそうに撮影に臨むメンバーたちの姿はまるで本物のハワイにいるかのような錯覚を与えたメンバーの自然体でリラックスした表情やわきあいあいとした雰囲気が画面を通じて伝わり見る人々に元気と笑顔を届けたまたインタビューでの彼らの会話から垣間見えるメンバー同士の仲の良さやおののの個性がファンにとっても大きな魅力だ キシさんのシュノーケリングがいいねという発言に対し、平野さんや神宮寺さんもそれぞれの意見を交えて話す様子は、まるで友達同士の自然な会話のようだった。こうしたやりとりは、彼らが単なるアイドルグループ以上の存在であることを示している。彼らの本音が垣間見える瞬間は、ファンにとって特別なものだ。特にキシさんの夏ってなんだかんだ寒いやんという発言は、SNS 上で大きな話題となった。 多くの人が共感し、自分自身の体験をシェアすることで盛り上がった。このように、彼らの何気ない一言が人々の心に響き、共感を呼ぶことは、彼らの魅力の一つと言えるだろう。冷房の使いすぎで夏風邪をひいてしまうというのは、多くの人が経験することであり、その注意喚起は実際に役立つものだ。岸さんのユーモラスな表現とともに、そのメッセージは確実に視聴者に伝わった。 このようなインタビューや CM 撮影の裏話を通じて、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはファンとの距離をさらに縮めている。彼らの親しみやすさと共感を呼ぶ発言は、ファンにとっても身近に感じられる要素であり、彼らの人気を支える大きな要因となっている。新しい CM が公開されるたびに、彼らの魅力を再確認し、新たなファンが増えていくことだろう。さらに、 ナンバーアンダーラインアイは単なるエンターテイナーとしてだけでなく彼らの活動を通じて社会にポジティブな影響を与えている夏の暑さや冷房の使いすぎに対する注意喚起だけでなく健康的な生活を送るためのヒントを提供することで多くの人々にとって有益な情報を発信している彼らのメッセージは単なる宣伝にとどまらず視聴者の日常生活に実際に役立つものとなっている 彼らの新しい TVCM を見た人々は、夏の暑さの中でも元気を保ち、楽しい時間を過ごすためのインスピレーションを得ることができるだろう。岸さん、平野さん、神宮寺さんの三人が見せる笑顔と楽しさは、そのまま視聴者にも伝わり、ポジティブなエネルギーを広げていく。彼らの存在が、多くの人々にとっての元気の源となり、日々の生活に活力を与えている。このように、 ナンバーアンダーラインアイの新しい TVCM は単なる商品プロモーションを超えた存在となり多くの人々にとっての楽しみと励みとなっている彼らの活動を通じて視聴者は新たな気づきやインスピレーションを得ることができるそして彼らのメッセージはファンの心に深く響き続けるだろう最後に岸さんの発言に触発されて自分自身の夏の過ごし方についても考えさせられる 暑さを避けるための冷房の使い方や健康を保つための工夫を取り入れることで夏をより快適に過ごすためのヒントを得ることができるだろう彼らの活動を通じて得られる知識やインスピレーションは視聴者の日常生活に実際に役立つものであり彼らのメッセージが多くの人々に広がっていくことを願っているナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーたちの魅力はその親しみやすさとユーモア そしてファンを大切ににするる姿勢にある彼らの新しい TVCM やインタビューを通じて多くの人々が元気と笑顔をもらい日々の生活にポジティブな影響を受けている彼らの活動がこれからも続き多くの人々にとっての励みとなることを期待してやまない彼らのメッセージがこれからも多くの人々の心に響き続けることを願っている